止めるための Q3 セッション3です。10台が残っています。コース上今出ていきましたピットレーンから、先ほどはトップタイムでマハラでした。今コース上もそのマハラの赤いカラーリングのマシンが先頭で、まずはアウトラップ、計測が始まります。アンサーツアーのタイムトライアルセッション3、まあ、いわゆる Q3 ということになって10台のマシンがコース上に残っています。41秒121、このタイムがトップタイム。2番手には35号車の中村が41秒の314、3番手ゼッケン3、三田木が来ています、41秒の392。今回マハラも初めてのマンサーツアーということになっているようですが、まあ、とにかくいいグリッドを取ったということになりますか。さあ、これ入れ替わって五橋がトップ41秒の062、三橋俊之。まあ、ツアーはね、ここモテギでも年に1回だけということになるんですが、シリーズで言えば102ポイントで、高いということになっていますが、石井誠が2番手、ポイントでは2番手という今シーズン、前回の第2戦も優勝しているその石井誠ですが、さあどうでしょう、その石井誠、現在は5番手のタイム、タイムを少しずつ削ってきているようです。さあ、またマハラがトップに入れ替わった、糸橋が2番手、三ヶ尻3番手、中村、石井誠、松下、入れ替わって和田、松下、岡澤、三沢が8番手、9番手に岡澤が下がりまして、どんどんとタイムが入れ替わっていきます。さあ、ここでタイムをポンと出したマハラがここで引いていますね。コース上6コーナー、少しスローダウン気味でですね、前にマシンを行かせました、後続を行かせました。さあ、ここからさらなるということになるんでしょうか。ゼッケン40のマハラの赤いカラーリングのマシン、マハラのチームはミツサダ PWG、 あの元フォーミュラー日本、日本での最高峰のフォーミュラーマシンでの戦いにチャンピオン争いしていたミツサダ選手がですね、このマハラのミツサダ PWG 監督となって、パワーを与えているということになるんですが、さあ残すところは1分です。1分を切ってきました。パンサーツアーのタイムトライアル3セクション3、ポールポジションから10番手までのそのポジション、スターティングリッドを決めていきます。さあ、一旦ポジションを譲ったマハラですが、今コントロールラインを通過していきました。タイムは変わりません、40秒の888。2番手中村が40秒の943、ベストベストで来ています。石井誠もベスト41秒の034。さあ、残り1分わずかですが、タイムを削ってこれるのか、一つでもいいポジションからというところが各ドライバーの気持ちでしょうが、トップのマハラ、2番手中村だけが40秒台に入ってきています。石井誠以下8台は41秒台。さあ、これチェッカーのフラッグ、その40号車からでしょうかね。
40号車マハラのマシンからチェッカードフラッシュ。さあラストワンアタックあるんでしょうか。マハラはもうスピードを緩めた。そのマハラの40秒805はトップタイム、2番手中村博之40秒の943、石井、菊橋、三田尻、山下、深川、岡澤、松下、和田と続いています。10番手まで。さあ最後の最後、ポジションは入れ替わるのか。それぞれが入れ替わらず戦車チェッカーという情報が入ってきました。パンサーツアーノックアウト方式によるタイムトライアル3セッション3。